皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。テレビ界のアカデミー賞と呼ばれる第76回プライムタイムエミー賞受賞式が、アメリカ現地時間9月15日、日本時間9月16日、日米ロサンゼルスで開催された。今回は真田広之がプロデュース、主演を務めた将軍将軍が主要部門を含む最多25部門にノミネートされ、主要部門でも大本命と目される中、 史上最多の18部門を受賞し、お祝いムードとなっている。写真、徳川家康をモデルとした武将、吉井虎長を演じる真田広之。主要部門の授賞式に先立って、9月7日と9月8日には制作、技術に関わった人々に贈られるクリエイティブアーツエミー賞が開催され、将軍将軍は14部門を受賞した。そのうち編集賞、キャスティング賞、 スタントパフォーマンス賞など6部門でノミネートされた日本人7人が全員栄冠を手にしたことも話題になっている。そして大方の予想通り、プライムタイムエミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞を獲得し、合計で18部門受賞を達成した。ジェームズ・クラベルの小説「将軍」を原作とした本作は、 真田が日本から時代劇に精通したスタッフや実力派キャストを呼び寄せハリウッドの資本で制作された本格時代劇だこれが国際的に評価されたことには大きな意味があり今後のエンターテインメントを変えていく足がかりとなるのは間違いないだろうここではそんな快挙を達成した将軍将軍の真田広之やアンナサワイの受賞スピーチなど注目トピックを紹介していく 日本人およびアジア系女優初の主演女優賞を獲得したアンナ・サワイ。日本に漂着したイギリス人船乗り、ジョン・ブラックソーン、コズモ・ジャービスは、吉井トラナが真田広之から、ジ人という名を与えられ、彼の家臣となる。アンナ・サワイが演じたのは、そのジ人の通訳の任を受けたマリコだ。サワイは、名前を呼ばれると一瞬顔を歪め、涙を耐えながら壇上へ。 そして彼女は名前を呼ばれる前から泣いていましたと話し、他の候補者たちを見て育ってきた彼女たちと名前を並べることができて嬉しいと語った。そしてキャストやクルーに感謝を述べ、真田さんは私たちのような日本人の俳優みんなのためにドアを開き続けてくれましたと彼の業績を称えた。また、杏仁を演じたコズモ・ジャービスについても、 あなたは私の知る最も正直で誠実で、恐れ知らずな俳優です。あなたのおかげで120%の力を出すことができましたと称賛している。最後に母に愛と感謝を伝え、この賞はすべての女性たちのものですとスピーチを締めくくった。真田広之がプロデューサー、主演男優として悲願を達成。将軍将軍の主人公で、真田広の演じる吉井直虎は、 徳川家康をモデルとした戦国武将だ実直で仁義を重んじる彼は太后の死後その後釜を狙う他の大名たちと対立していく主演男優賞発表で名前を呼ばれた真田は大きくうなずいた後共演者や制作人と熱い握手を交わし壇上へ緊張した面持ちながらも堂々とした態度でスピーチを始めた この場に立てることが本当に光栄ですと話した彼は、FX やディズニー、フール、私を信じてくれてありがとう。チームもいつも私をサポートしてくれてありがとう。そしてすべてのクルーやキャスト、あなたたちを誇りに思いますと感謝を述べた。これは東と西がお互いに敬意を持って出会う、夢のプロジェクトでしたと続け、難しいチャレンジではありましたが、みんなで一致団結して。 奇跡を起こしましまたたと感慨深げに述べたそして私たちはより良い未来を作ることができますとスピーチを締めくくったいよいよ作品賞が発表されると会場から大きな拍手が起こりスタンディングオーベーションにその中を西岡徳馬や浅野忠信平武宏らが肩を組んで登壇し他のクルーやキャストも後に続いた最初に制作葬式のジャスティン・マークスがトロフィーを受け取り FX などの制作会社への感謝と、キャストやクルーへの称賛を述べた後彼は真田にトロフィーを渡し、スピーチを促した。彼は、手短に日本語でスピーチさせてください、と言った後以下のように続けた。これまで時代劇を継承して支えてきてくださったすべての方々、そして監督や諸先生方に心よりお礼申し上げます。あなた方から受け継いだ情熱と夢は、海を渡り、国境を越えました。 スピーチの終盤、声を詰まらせた真田だったが、マークスが日本語で、ありがとうございますと言うと、サンクユーベリーマッチ。と力強い声で続ける感動的なシーンも見られた。一方、リミテッドシリーズ作品賞のプレゼンターとして登場したガエル・ガルシア・ベルナルとディエゴルナが、昨今、エミー賞のテレビ中継の視聴率が下がっていることを説明し、スペイン語で候補者を紹介する一幕も。 エミー賞はアメリカのテレビの祭典だが近年は配信ドラマのノミネートが増え視聴者は世界中に広がっている今回の「将軍将軍の躍進」にも見られるように英語作品以外も多くの視聴者に親しまれるようになっているのだエミー賞もテレビシリーズのクオリティの向上とともに進化していくことが期待される日本を舞台にした時代劇で ほぼ全編日本語で制作された将軍将軍が史上最多受賞記録を達成した今回のエミー賞1シーズンで完結する予定だった同作は好評のためシーズン2の制作が決定しておりまだその熱は冷めそうにないどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう